はい、どうもこんにちは、芸人ギルドです。どうも風だー今、小池です。はい、というわけでさあ、今回も原神を、動画撮っていくわけですが、はい、あら、今回はマルチプレイ、マルチプレイでー、はい、見せていただくんですか。マルチプレイで何をするわけですか。まずね、マルチプレイはね、はい、ランク16にならないと解放されないんですよ、はい、そうですね、はい、なので私はいません。現在12でございます。あらあら、結構進んでる。でも進んでますね。うん、はい。はい。けども、マルチプレイは、まあ、マルチプレイ、単純にマルチプレイは何ができるんですか？やっぱ、スクショ会がメインじゃない？そうですね。スクショ会、ああ、怖いですね、そのキャラ。おいで、77、77っつってね。今、2人いますけど。かわいい、双子ななちゃんでスクショ撮ろう。それを楽しむわけですね、マルチプレイは。うん、違う違う、マルチプレイの楽しみ方、そうじゃないです。それもありますけど。何だって言うんだい。基本はね、マルチプレイって何がちなみに起こるの、これは。何してんの、今の。まあ、これ同じフィールドにいます。これは日産の世界に僕らお邪魔してます、はい。誰かの世界に普通にプレイヤーが入り込めると。入れます。はい、入れるんですけ ど、これもう一個ルールがあって。はい、うん。このゲーム、世界ランクというシステムがありまして。はい、世界ランク、はい。はい、ランクがどん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 、冒険ランクどん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 上がっていくと、うん、世界ランクが上がっていくんですね。はい。はい、世界ランクが上がっていく、はい。で、私今まだ世界ランク1なのかな、はい、2になってるかな、下手したら。25なんで。25だと2になりますね。2になってるかもしれないですね。なるほど。20で1になります。0から1に。5ずつで上がっていくのかな、はい。ほうほうほう。冒険ランクの他に世界ランクってのがあるわけだ。はい。はい、で、はい、この世界ランクが、高い人のには入れないんです。うん。なるほど。だから3の人のところに2の人は入れないんだ。はい。そうです。逆に2の人のところに3の人入れるのね。はい。入れます。ほう。まあ、簡単に説明すると、その世界ランクが上がっていくと、敵の強さが上がってって、うん。単純にこう、いい素材が落ちるようになる。なるほど。ドロップが美味しくなるね。そう。だから、それを、その、取りに行くのを阻止するための多分システムだと思うんだけど。先取りさせないよと。うん、そう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 。はいはいはい、パワーレベリング禁止ですね。はい、なるほどね。うん、なんで、はい、今世界ランク一番僕低いんで、ここに集まってるんですけども、はい、なんかね、マルチプレイのね、本当の楽しみ方があるらしい。うん、それを知ってるのは私です。ああ、ニコラスさんだ。まあ、やっぱり、世界ランク3。そう。化け物だもんね。もう35になりますよ。4になるんですよ、世界ランク。もうすごいな。そう、そんなニコラスさん、はい、マルチプレイの本当の楽しみ方とは、これはね、ちょっと進んでいくと分かる、はい、そのマルチ始めてすぐには多分気づかないと思うけど、はいはいはい、このね、キャラ突破するときに必要な素材があるんだ、はい、あ、限界突破ですね。レベル20になるとその突破ってのをしなきゃいけなくて、うん、その時に素材が必要と、はい、キャラクターのレベル上限解放ですね、はい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 。ちなみに私も今40で止まってます。奈々ちゃん。はい。うん。で、この40から60にするのに、アイスクリスタルのかけらみたいなのが必要ですね。はい、はい、はい。それが、まあ、それは、はい、それは別になんかこう、あの、ボスモンスターとかいるから、ボスドロップか。それ、そう、フィールドボスとかやれば、展開。はい。なるほど。極寒のコア。はいはい、それもボス、ボスね、それもボスのやつ、はいはいはい、あとはもう、ルリ袋、うん、それですよ、ルリ袋、え、これは花で落ちてんじゃないんですか。落ちてるけどレアですよね、レア、それね、あんまり落ちてなくて、しかも取ったらしばらくもう一回出てこない、リポップしない、ね、リポップが時間かかるんですね、めっちゃかかる。あー、なるほど。確か噂によると2日に1回とか、これ噂だけど。で、いや、毎日じゃねえんかい、はい。そうで、個数も少ないと。はい。で、まあ、星4キャラだとそれなりに落ちてるやつだけど、星5だと結構そういうレアな素材。あ、もっと辛くなるんですね、そこは。そう。で、結構どんどん上げていけば上げていくほど、例えば1日で、じゃあ、星5出ました、1日で、じゃあ、うん、3突破しちゃおう。ああ、はい、はいはい。ってなってる時に足んなくなるのよ。ほぼほぼ。なるほど。なるほどね。あ、そう。その、ゲットするのが大変じゃないけど、まず数自体が少ないっていう素材があるんですね。そう。で、しかも湧くのも遅い。じゃあどうすればいいのか。もう1日であげたい。はい。どうしても。
ま、でも自分のワールドのもう根こそぎいった、はい、足りない、はいはい、って時に他人のワールド入って、はい、取れますと。泥棒じゃねえかよ。ちょっと待って、え、これニコラスさんが取ったら俺のワールドからもなくなる？なくなります。うーわ、なるほどね。え、待って、ちょっと待って、え、じゃあ、はい、今日の朝ニコラスさんが俺のワールド来て探索させてって言ってたのって何？うん、あ、もうあの原石とレア素材根こそぎ言ってましたから。もうやってんだ。やってんだ。お昼だろ。じゃあ、あの急に知らん人からフレンド来てワールドに入れると、はい、そういうの取られる可能性あるってことっすよ、ね。うん、うん、まあ、なるほど。やめた方がいいよ。まあ一応でもその有限なものではないけど、あれですよね、宝箱は開けられないですよね、マルチって。そう、宝箱は開けるとかはできない、うん、でしかも中身をもらうこともできないと、はいはい、冒険者経験値を基本的にはただであげれないかな、うんうんうん、はあ、なるほどね。なるほどですけども、その落ちてるドロップしているものに関してはいけてしまうと、うん、それはちょっと話が変わってきますよ。大丈夫ですかお二人、取られますよ。いや俺もやられましたよ、多分もう。あれ、じゃあどこ行くんですか、ニコラス。いや、待って、ダメなのよ。だってね、知ってるみんな、これニコラさんの親何してたか、はい、ニコラさんの親何してたんでしたっけ。え、ニコラさんのお父さん何してた人でしたっけ。詐欺師です。うわぁ、かすめ取ろうとしてるぞ。あ、もうここにあったキノコ俺のなんて。もうちょっと言い方あるな。マフィアとかあるだろ、詐欺師。怖いわ、詐欺師は。お父さんの紹介で詐欺師ってなんだ。え、マジ？だから、あの、ナナちゃんの突破素材のルリ袋とか、ウェンティの突破素材何でしたっけ？セシリアの花？ウェンティはセシリアの花。これってすごく場所も限定的なんですよね。個数も限られてるし。はぁ、なるほど。そうっす。やってんなぁ、マジで。だから、ある程度自分でそういう素材を見つけて、取ってないなと思ったら、はい、だからフレンドのワールドとか言った方がいいね。なるほど、断りを入れてね、取ってもいい、そうそう、と。ちょっとちょうだいってね、チャットできるから、うん、なるほどなるほど。使わない人のからもらうっていうのはね、そう、俺こっちの使わないからこっち取っていいよみたいなね。はい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 、はい、あんまり勝手に入って勝手に取るとトラブルの元だし怒られたりするからやめた方がいい、はい、なるほど。ちゃんと確認していきましょうと、ちゃんと確認した方がいいね、はい、はい、まあ、ただ確認した場合はいいと言われた場合はこの集め方が一番効率いいと。そう、はあ、なるほど。あとなんかマルチでこう一緒に遊べる内容とかないんですかね。あとマルチで一つ、一個前かいくつかわかんないけど、その瞳、はい、はい、集めるって言ったりした、うん、はい、あれをまあ自分の集めたりとかしたら、そのフレンドのことを手伝うこともできる。あ、あの瞳はゲットはできるってことですか。いや、ゲットはできないの、あの、自分は、あの、他の人は。うん、はい、触っても獲得にならない。はい、けど、一緒に探すことはできる。ここにあるよってね。あ、そうかそうか。そうそう、ここにあるよって言ったら、例えば、この、ま、ミニマップに 2P とか 3P とか書いてあるんだ。はいはいはい。そうですね、マップ開いてもできますね。そうそう。はい。だから、チャットとかでもいいし、ボイスチャットでもいいから、こう、じゃあ、ここ行ったっつって、2P のここにあるよって言ったら、そこに、あの、その、ワールドの主が、ホストね、チェック、あのマーク入れとけばいい。マークつけといて、後で取りに行けばいい。なるほどな。だから手分けして探せる。ああ、それは確かに、ちょっとね、効率めちゃくちゃ上がりますよ。瞳集めが大変なんで。瞳集めとかもいい。じゃあ、ニコラスさん、俺のところから盗んだんで、俺の瞳集め、後で手伝ってくださいね、ちゃんと。嫌です。うわぁ、でもなぁ、絶対曲げないタイプの嫌ですか。話聞かないタイプの嫌ですよね。嫌だなぁ、この人。なるほどね。あ、そう考えたら、まあマルチはでもマルチじゃなきゃいけないはあんまないんだ、うん、って感じですね。現状、これから待ちなとこありますよね、マルチに関しては。そうだね、これから待ちかな。楽しみですね、そこは。ただまあ、エイドボスとかね、早く自分のキャラクターをマックスにしたい場合は、うん、ちょっと知り合いに助力を願うと。なるほど。これはね、これは結構盲点というか、そうなんだと思うんですね。やられたよ。ね、いつの間に。どういでバル、どうバルベリーがねえと思ったんだよ、俺の丘から。見ねえなって。いや、
探してんのにここにドロップしますよのところに一個もねんだもん今日探してあ、その調べてね、行ってもうやってんだよなこいつ。ぜひ皆さんもちょっとね、それはあの守りながら自分の自キャラの、だからちょっとあのお気に入りキャラの、あの解放、はい、のための素材は先に調べておくことをお勧めします。はいはい、というわけで皆さん、楽しく可愛いマルチを心がけましょう。というわけでまた次回お会いしましょう。さよなら。はーい、チャンネル登録お願いします。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 それでは私ジャパニーズ小池っっ魂の、あ、おっと失礼いたしました。すいませんすいません。こちら何を狙ってんのかだけを聞かせてくれよ、まずは。私ジャパニーズ小池ディルックを狙っております。あの炎のね、体験持ちの男、まあ、通称赤ガイアですね。赤ガイアを狙っております、はい。通称って言ってもここ4人しか言ってないんだけどね、うん、まあウェンティでもよし、赤ガイアでもよし。なるほど。はい、10連いきたいと思います。お願いします。はい、さあ行きましょう。まずは紫なのか、それとも黄紫。紫紫ってことはもうここから星5が出た確率。あ、まあ、マジ俺それ欲しいんだけど、スクロースバンジーって言ったよ。なんつったんすかそれ。マジって言った。あ、マジって言った。クロース俺今欲しいんだけど、マジで。バンジー。あ、バンジー2キャラ !2 キャラ。なら2キャラでかいじゃないですか。そしてまあ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 、まあ。2はいいんじゃない、まあ、まあまあまあ、スクロースじゃね、持ってなかったですから。クロースは大当たりよ。それあの。風属性の魔法使い。そう。で、あの、必殺技も普通の元素スキルもまとめれるのよ、敵を。はあ、はあ、なるほ なるほど。まとめてドカン超しやすいっていう。あ、まとめてドカンを、その必殺じゃなくてもできると。ノーマルスキルで。そう。あら。だからもう、俺はメインでウェンティ使ってて、ウェンティのあれ見たでしょ、あの必殺技。はい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 。はい、もうあれを、できる。スーパーティー目でできるってことだから。あ、なるほど。スーパーティー欲しいのか。うん。ウェンティの代わりみたいな。はあ、なるほど。強い。これはいい引きを。したんじゃないですか。星5ですよ。ね、まあまあ星5欲しいけど、いいの引いちゃったっていう一番、あの、リアクション取りづらいだろうけど。そうですね。うん、まあ今後ね、動画の最後に誰かしらの10連がくっついてくることがあるんで。あの、タイミングによってね、うん、回せまーすってなったら回すかもしれないんで、皆さんもね、計画的なガチャを楽しんでいきましょう。はい。